どうもハミカミです。今回は私の筆箱の中身を紹介します。見た目や統一感にこだわり、外出先でも活躍できるようなお気に入りのアイテムを揃えました。皆様もぜひ自分だけの筆箱が作れるよう参考にしていただければと思います。それではいきます。はじめに筆箱から紹介します。筆箱はアウトドアです。ツヤのない黒色とザラザラしない滑らかな質感になります。品番、購入した時期については残念ながら分かりません。当時ロフトへ行った時に購入したのは覚えております。寸法は幅19センチ、奥行き7センチ、高さ9センチになります。大きさはご覧の通り、手で一つかみできるくらいの大きさで、薄いバッグでなければかさばることはないと思います。ポケットはメインポケットを含み、表面と裏面にもポケットがあり、収納機能は充実しております。メインポケットはとても広く、ペンやマジック、ハサミ、ロリなども入りますし、ホッチキスや定規なども入れることができます。ちなみに定規の長さについては15センチから18センチぐらいあれば問題なく入ると思います。表面のポケットは幅広の内ポケットが1つ、半分サイズの薄い内ポケットが2つあります。幅広の内ポケットは3分の2サイズであることから、クリップがついたペンなどを入れることができます。私の場合、爪切りや綿棒ケースを入れております。半分サイズの薄い内ポケットは狭く、紙や付箋といった薄いものを入れることができます。私の場合、メモ帳を1冊ずつ入れております。裏面のポケットは生地が厚めにできているため、少し太めのペンやマジックを入れることができます。私の場合、物をむき出しな状態にしたくないため、何も入れないようにしております。それでは筆箱の中身を紹介したいと思います。メインポケットに入っているものは、ボールペン、修正テープ、シャーペン、写真ケース、マジック、消しゴム、カッター、ハサミ、スティックのり、テープのり、ホッチキス、定規、メジャー、付箋、クリップ、印鑑です。表面の幅広な内ポケットに入っているものは、メモ帳、爪切り、綿棒になります。はじめにメインポケットに入っているものを紹介します。ボールペンはユニジェットストリームです。 0.7 ミリサイズの3色ボールペンで、書ける色については黒、赤、青になります。書類のみならず、ノートに書くときにも使っております。正直ジェットストリーム以外のボールペンを使うことはないぐらい書き味が最高で、とても使いやすいボールペンです。ジェットストリームとは、三菱鉛筆から販売されている超低摩擦で有名なジェットストリームインクが搭載されているボールペンです。画期的なインクを搭載していることから、従来の油性ボールペンよりもくっきりと濃い線を描くことができます。またインクがあっという間に紙に染み込み、乾くおかげで書いた後に手が擦れて汚れてしまうこともありません。それにペン先からインクの漏れもなく、インク漏れによる文字のにじみもないため、持っていて安心できるボールペンです。修正テープは緑 XS シリーズです。使い切りタイプで、修正テープの幅は5mm、長さは 4.2 メートルになります。形もおしゃれで、とても小さくて使いやすく、非常に便利です。 USB メモリーフラッシュのような大きさであるため、筆箱の中でかさばることもありません。またヘッドが透明のため、消したくない文字が被ることもありません。テープの引き始めが分かりやすく、修正の精度がアップします。それにケースの片面が透明のため、修正テープの残量を把握することができます。修正テープを使い続けていて、使用中の修正テープ切れに困ることはないでしょう。シャーペンはパイロットドクターグリップフルブラックです。 0.5 ミリサイズのシャーペンになります。ノートのみならず、付箋やメモ用紙に書くときにも使っております。小中学生の頃からドクターグリップシリーズを愛用しており、今回は黒いボディかつ大人のドクターグリップを選定しました。握りやすい上に手が疲れにくく、使い続けてきたブランドの中でダントツに使いやすいです。また
シャーペンを振るだけで芯が出てくる機能が搭載されております。わざわざシャーペンのキャップを押し芯を出す必要もありません。それに書いてる途中で持ち帰ることなく対応できるのでめちゃくちゃ便利です。素晴らしい。気になる点としましては値段が少し高いかもしれません。大人の楽しみとして使うのであれば問題ないと思います。ちなみにお小遣いで買う基準として考えると一般的なシャーペンか少し安いドクターグリップシリーズでも良いかなと個人的に思います。シャーシンケースはダダイトディスインダストリアルオールブラックです。品切れ状態が続くほど手に入れるのが難しかったシャーシンケースになります。素材は高級感と重量感を生み出したアルミニウムになります。質感や色もおしゃれすぎてシャーシンを補充する際モチベーションが非常に高まるため市販のシャーシンケースへ戻ることはないでしょう。気になる点としましては市販のシャーシンケースと比べて若干使いづらいところがありました。キャップを回して開け閉めするタイプのためキャップをなくしてしまう可能性があります。シャーシンを補充する際は細心の注意が必要です。またキャップ内側の縁がシャーシンと干渉するため少し締めづらい感じがします。シャーシンを10本までにするかキャップ内側にシャーシンを入れながら締めるかシャーシンを1センチ程度削ってから入れることをおすすめします。マジックはゼブラマッキーケア極細です。 0.5 ミリサイズと1ミリサイズの油性マジックで詰め替えタイプになります。小さなメモ用紙から大きめの段ボールやガラス、プラスチックといった書きにくい材質にも使用することができます。本来であれば線が太いマジックの方が使いやすそうですが腕箱の中でかさばってしまう可能性があるためあえて線が細いマジックにしました。線が細いマジックにしたおかげで腕箱の中もかさばらず持ち運びにも重宝しております。マジックとはいえいざという時に使う場面が来ると思いますので線が細いマジックでも持っておいた方がおすすめです。消しゴムはコクヨのリサーレプレミアタイプです。文房具といえばコクヨというイメージが強く黒色に統一したかったためあえて黒色の消しゴムにしました。使い心地については普通の消しゴムと変わらないと思います。また字の消しやすさや消しカスのまとまりやすさといった性能面についてはあまり気にしておりません。見た目とブランドに惹かれて購入した商品になります。カッターはコクヨです。先ほど紹介した黒色の消しゴムと同じ理由になります。文房具といえばコクヨというイメージが強く黒色に統一したかったからです。使いやすさについては普通のカッターと比べて少し小さくて軽いような気がします。カッターを持ち運ぶ際重さやかさばりを軽減できる点としては嬉しいかなと思います。気になる点としましては段ボールを加工する場合には向いていないことでしょうか。カッターが少し軽くて小さいためか段ボールを切る力の方が強くなかなか上手に扱うことができません。個人的には書類やチラシといった薄い紙へ使うことをおすすめします。ハサミは緑 XS シリーズです。ワンタッチで刃を収納することができるコンタクトハサミになります。出し入れも簡単にできて切れ味も良く非常に便利です。出し入れはスライダーボタンを押しながらスライドすることで刃を出し入れできる仕組みになっております。勝手に刃が出ないロック機能もついており持ち運びにも安心です。また切れ味は書類やチラシのみならずマスキングテープやガムテープといった粘着性のある紙も切れる設計になっております。気になる点としましては先ほど紹介したカッターと同様段ボールを加工する場合には向いていないことでしょうか。ハサミの刃が小さいためか分厚い段ボールが切りづらくなかなか上手に扱うことができません。個人的には書類やチラシといった薄い紙へ使うことをおすすめします。スティックのりはカインズです。黒色に統一したかったためあえて見た目が黒色のスティックのりにしました。使い心地については普通のスティックのりと変わらないと思います。のりの塗りやすさや乾きやすさといった性能面についてはあまり気にしておりません。見た目に惹かれて購入した商品になります。
気になる点としましては、手に入れる方法が少し厄介だったことでしょうか。カインズの店舗へ行くか、ネット通販による送料の条件をクリアしない限り、スティックのり単体を手に入れることは難しいです。私の場合、カインズの店舗へ行くよりもネット通販による送料を含んだ注文の方がお得だったため、ネット通販で購入しました。個人的にはカインズの店舗がもっと増えるか、カインズの店舗が行きやすい場所であってほしいなぁと思いました。テープのりは緑 XS シリーズです。小さくて収納が楽な上、とても扱いやすく使い切りタイプのテープのりになります。ヘッドが透明のため、小さなものや細かいところに使う際、引き始めによるズレなどに気を使うことができます。また本体が小さく手にフィットしやすいためか、軽い力でテープのりを引くことができます。安定感も抜群で、テープのりを引き終わった後は取り出しも楽で、のりのベタつき感もありません。それにケースが透明のため、残量も把握できます。新しいテープのりを購入するタイミングを逃すことはないかなと思っております。ホッチキスは緑 XS シリーズです。小さくても使える、畳んで収納できるコンパクトホッチキスになります。使い方は、内側にある押し歯をセット方向へスライドすればホッチキスとして使うことができます。針の位置を確認できる目印もついているため、留める位置に検討がつきやすく、留めによるズレを防ぐことができます。ホッチキスリムーバーもついているため、間違えてホッチキスで留めてしまったとしても、ホッチキスの針を取り外すことができます。また、留められる紙の枚数や種類については、コピー用紙10枚ぐらいまでは留めることが可能なため、外出先での書類作成には困らないと思います。そして、使い終わった後は内側にある押し歯をロック方向へスライドすれば、ホッチキスを畳むことができます。気になる点としましては、普通のホッチキスと比べて若干使いづらいところでしょうか。ホッチキスで留めた後、閉じたまま開いてくれないことがあり、ホッチキスの針がむき出しのまま紙に止まっていないこともありました。個人的には出し入れや持ち運びなどは便利でしたが、少しだけ使いづらかったかなと思います。定規は緑のマルチ定規16センチです。メモリがはっきり見える黒色の不透明マルチ定規になります。定規の選定についてはかなり悩みました。持ち運びや使う場面に加えて、15度ごとに角度を測ることができる点では、買っておいてよかったなぁと思います。定規は折りたたんだ状態だと8センチ、開くと最大16センチまで測ることができます。定規を開く途中で15度ごとにカチッと止まるため、15度ずつ角度を測ることができます。またメモリには10ミリごとに穴が開いており、何かしらの計測をした際、印をつけることもできます。それに内側のメモリは端から0ミリとして測ることができます。高さや奥行きによる計測がとても楽になります。そして使い終わった後は折りたたむことでコンパクトになります。筆箱の中でかさばることもないため、非常に便利です。気になる点としましては、定規の素材とメモリについてでしょうか。定規の素材はポリカーボネート製かつ滑り止めがありません。使っている最中に定規がずれてしまいそうになります。メモリについては、端から最後まで測れる定規にしてほしかったです。内側のメモリと同様に、外側のメモリも端から0ミリとして測れたら、もっと便利になっていたのではないかなと思いました。メジャーは緑 XS シリーズです。メジャーでありながら 1.5 メートルまで計測できる、横幅 3.8 センチのコンパクトボディメジャーになります。薄さもわずか 1.1 センチで、スリムかつ軽く、非常に優秀で素晴らしいです。使い用途は日常の様々なシーンに役立ちます。体のサイズを測ったり、要塞や手芸の採寸を行ったり、荷物発送による大きさの計測にも使うことができます。テープは巻き癖や伸び縮みが少ないグラスファイバーテープを使用しております。テープの品質を保ったまま長く使い続けることが可能です。またテープのメモリは10センチごとに
色分けされており、メモリの数字についても表は横向きで裏は縦向きになっております。計測したいものを縦横どちらの方向でも使い分けることもでき、とても見やすかったです。気になる点としましては、もう少しだけ計測できる長さが欲しかったです。個人的には2メートルから3メートルまで計測できるようにして欲しかったですね。付箋はポストイット 700MC です。長さ50ミリ、幅15ミリの30枚、10パット、10色になります。繰り返し貼ったり剥がしたりすることができ、カラフルな色が入った10色パックにしました。ノートへ貼る際、他の付箋と区別がつきやすくなり、カテゴライズの幅を広げることができます。付箋の長さはあえて短いものにしました。ノートへ貼る際、文字の上に付箋が被ることなく手軽に使うことが可能です。ちなみにケースは無印良品ポリプロピレン小物ケース M サイズになります。見た目は透明で何かしら小さいものを収納することができる開閉式のケースです。筆箱の中へ入れた時に小物ケースが付箋を保護してくれるため非常に素晴らしいです。グリップは一般的に販売されている普通のクリップですが、クリップを入れているケースは無印良品クリームケース M サイズになります。見た目は透明で化粧品などのクリームを入れることができる蓋付きのケースです。筆箱の中でもかさばらず、一目見ただけでクリップと判断することができます。印鑑は高校の卒業記念でもらった印鑑を使っておりますが、印鑑を入れているケースはシャチアタ印鑑ケース CPW2 with in メタリックブラックです。対応している印鑑は丸い直径10ミリから12ミリ、小判印 10.5 ミリから12ミリ、長さ60ミリになります。私が使っている印鑑は丸印直径12ミリで問題なく使えております。見た目も含めて持ち運びやすく使い勝手もとても良かったです。色はメタリックブラックを選びました。見た目は深みのある光沢感によって高級感が溢れるような黒色のためとても気に入っております。また持ち運びについては印鑑ケース自体が小さいため持ち運びにも重宝しております。細長い円形であることから筆箱の中でかさばることもありません。それに使い勝手については出し入れも簡単でとても快適です。印鑑を使った後朱肉を拭かずにそのまま印鑑を収納できるため手が汚れる心配もありません。気になる点としましては印鑑ケースに朱肉をつけてほしかったです。朱肉単体を持ち運びたかったのですが筆箱の中身がいっぱいなため朱肉単体を持ち運ぶことができませんでした。そのため印鑑を使う場合朱肉が用意された環境であればいいなぁと願っております。次は表面の幅広な内ポケットに入っているものを紹介します。メモ帳は丸版ニーモシネカードサイズ3冊パック N164 です。サイズは縦 87mm、 横 54mm、 厚さ 2mm で1冊につき全面 5mm のマス方眼形が引かれた20ページになります。スマートに使えるメモ帳であるため出し入れも非常に便利です。クレジットカードサイズかつメモ帳が薄いため筆箱の中でかさばることもありません。また全面 5mm のマス方眼形が引かれてありメモの書き込みもしやすかったです。縦横自由に使えて小さなスペースへ見やすく書き込むことができました。爪切りは貝印の爪切りです。品番購入した時期については残念ながら分かりません。当時セブンイレブンへ行った時に購入したのは覚えております。セブンイレブンのプライベートブランドかつおしゃれで切れ味も良いため非常に気に入っております。刃がステンレスかつ握りやすい構造になっているため爪切りに苦戦することもありません。また底面には爪ヤスリがついております。エッチング加工が施されているため爪を滑らかに仕上げることができます。ちなみに貝印で販売されている爪切りネイルクリッパーズタイプ 003M とほぼ同じモデルのようです。調べたところ見た目のデザインの色や
ロゴなどが少し違うみたいで、性能などはあまり変わらないと思います。綿棒は無印良品スパイラルタイプ綿棒です。黒色の200本入りの綿棒になります。部屋で使う用の綿棒として購入しましたが、あまりにも綿棒が多いため、外出先でも使えるように10本持ち運ぶことにしました。外出先で突然耳の中が痒くなった時に、しっかりと耳の中まで対応できるため、耳の中の痒みによるストレスを緩和することができました。性能については一般的に販売されている綿棒とほぼ変わらないと思いますが、綿棒の先端が団子状になっており、耳の中の汚れをしっかりとキャッチしてくれます。綿棒の先端はコットンかつキトサン抗菌加工が施されているため衛生的です。その他、耳掃除のみならずお化粧直しやガジェット掃除などにも使えるため、外出先として持っておいて損はないかなと思います。ケースは無印良品ポリプロピレン小物ケース S サイズになります。見た目は透明で、絆創膏や綿棒などを収納することができる開閉式のケースです。筆箱の中へ入れるのにぴったりな大きさと薄さで、一目見ただけで綿棒と判断することができます。はい、というわけでいかがでしょうか。筆箱を含めた私のお気に入りのアイテムを紹介しました。まだまだ欲しいものや揃えたいものもありますが、機会がありましたらまたいつか紹介したいと思います。ちなみに皆さんは気になるアイテムなどありましたか？他にもおすすめのアイテムなどございましたら、ぜひコメント欄で教えていただければ嬉しいです。今回紹介したアイテムにつきましては、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。というわけで、今回は以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。もしよかったら、動画の高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。